私は今とっても朝イライラしているのでコメインが喋ってくれます。どうぞ。どうぞどうぞ。うん、調子が悪すぎて最悪です。呼んで、コメントいっぱい来てるから俺に。ちなみにゴーリンはもうメイク終わってるよね。うん。あ、もうダメだ。今日は二重幅がとても良くない。朝からご機嫌斜めって言われて、ご機嫌斜めのマーメイドだから。絶対ショールーム配信向いてないよ。そんなにコメント選ばない人初めて見た。いやだって何でこんにちはこんにちはって言って、あーもうダメだ今日。見て見て、もうやだもうやだ、これ2個目だし、もうやだうまくいく。あーもう本当にやだ、あ本当にやだ、もうやだ、メイクしなくていいかな。あもう終わった。できないよね、どう考えても。大波はもうこんな違うの。本当にやだ今日で、今日絶対ね、そこら辺でゲッターズさんの本見た。なくなっちゃう。絶対ダメ。でここらあるある。買ったよ。買った買った。今年も買ったけど、今日去年のやつやんまだ。あ、ちょっと10。ここにあるわけの。これここら辺。分からんけど知らんけど。今日バツかな。レイピョン入ってありがとう。今日絶対バツだよ。え？今年？あ、おっとじゃん。でも2021。今年。10月？今日17？面白い。17。ねえもうやだこれ痛い痛い痛い。今日丸だよ。絶対嘘、それ嘘だ絶対。呼んで。少しでも新しいことに挑戦してみるといい経験ができます。人の集まる場所や紹介の場に顔を出すと素敵な出会いがありそう。もうダメだ。習い事やイベントに参加するのもいいでしょう。おいリアルタイムで最悪な話題降ってくるね。10月20丸じゃん。あ痛いね、本当に痛いねこれ。すっごい今目に刺さってて、すっごい痛いんだけど、あーこれ待って。新しいお店に行く。新しいお店っていうのは何ですか。言いたいことは責任持ってはっきり言ったよね。言ったね。いやアイテープで剥がすときこんな痛いな。ノリだから。え結構マジ涙出るレベル痛いんだけど。あもうやだ、ね、うん、取った、取れたけど痛い。もうダメだ、今日は絶対罰だよ、それ嘘だよ絶対。うん、もう今日私気分最悪だもん。こんなに久しぶりにね、もう全部がやだってなった。もう全部がやだ。もうダメだ、目が痛い。こっちがもうやだ。もういいよこれで完成完成。めんどくさ、女の子ってなんでこんな大変なんだ。まあそもそもこの二重テープが悪いみたいなところよね。悪いことにしよう。皮膚痛い、無理しない、優しいね、なんでそんな、ありがとう。
なんか歌って、ん？アイナの曲歌って、歌え、カラオケ嫌いな人がこれ歌えると思う。ねえ、君の日、ハー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 、昨日歌ったじゃん。てか、私のエアポッツさ、充電してほしいね。のどっちか待って、もう本当に今日はあんまだね、人生ここ最近で、こう私さ、あんまマジでさ半年くらいイライラしたことなかったんだけどさ、私が来たからイライラしちゃう。うん、そうなんか 人といるとイライラするみたい。ないよ。あるよ、そこにそのあるじゃん、見て出てるじゃん、そこに出てるやん、それそれ、それ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 か、もう一個か、どっちか、もう一個あるから、どっちか、これじゃない、あ、じゃあもう一個の方だ。ダメなんですよ、やっぱ私一人だ、一人でこうあんま喋んな方がいい、あんま喋んな方がいい。別に音出していいよ。え、あの服？絶対暑くない？外。あ、寒いよ。寒いのか。え、でも今、え、ね、なんでついてんの？え、さっき自分でつけてたじゃん。すごい。え、なんでそう。暑くない？普通に。なんでつけたの？いや、暑いから。うん。いいと。うん、暑い。暑い。うん、暑いよ絶対外も。暑いかも。エアコンつけても暑いんだもん。暑い今。もう暑っか暑い。ただ絶対イライラしてるからだよ。あ、そうだ、ね。120%。久々に携帯投げた。うん、わーってなって。久々に携帯投げた。久々っていうかもう1年ぶりくらいかもしれない。まあ、それでは小ぶりのせいっていうことにしてみましょう。なんかもう30分ぐらいでババッとやっちゃいたいと思います。え、結局 LINE 付き力ついてる。20でいかないくらい。
ちょっと寒い。暑いよね普通に。え今日寒い。暑くない？え今普通に暑くない？チョコだからか。絶対そうだよ。パパ。21度。21度？でも15度。寝かけっていうか、ご飯食べる。じゃあもう行く気なくしたねえ、なもう行く気なくした。もう寝てた。めっこれじゃあいいんじゃない。雨だしね。雨だし。雨やだ。2時くらいまで雨やまなそうって。寒いって言わすと。寒いんだよ今日。みんなの寒いと私絶対違う。うん、寒くなるって言われてから汗。昨日もさ。じゃあ長袖みたいなの着たけど、うん、暑くて暑くて汗かいちゃった。汗かいちゃった。なんかテンション上がることしてくんないから無理。誰がねえ何テンション上がること。テンション上がることしてくんない。なんかもう無理。配信始まったらなんか気持ち悪い。あんたが全然喋んないからやだ。喋って普通に。何をしたの。面白いこと喋ってよ。面白いこと、ないでしょうね。何その顔は。何でも。何？まだジム行ってんの？もうやめた。やめたの？うん、なんで1年間？1年ちょっと。え、あれって1年契約？違うよ。あ、月なんだ。あ、月なんだ。うん、あれがない。パウダーがなくした。何？何の？知らん名前。普通にあのパウダー。肌に塗るパウダーあるじゃん。何なの？これ。あこすめでこれ。うん。んな名前出てくるわけないやん。こんな英語みたいな。そう、なんで LINE 来ないの。カティンコありがとう。電話して。あ、電話、うん、聞こえないように電話して。うん、やめて。じゃあやめよう。あ、もうほらメイクする順番間違えた。イライラしてる、ね、コンシーラー何も塗んないで意味わかんない、まあ、適当だ今日は。はい、
出てないってこと？家出てないってこと？眠いのかな。でもそんな言ってさ、何時間寝た？そんな寝てないよね。3時くらい寝たよね。覚えてない。1時くらいじゃ、あ、2時くらいか。2時何十分。8時間して。そんな寝た？寝てたよ。9時くらいに起きた？うん。6時間だよ。鬼滅のアニメだって録画してる。してる。見た、この間。見たよ。見てないの？見た。でしょ、お弁当売りの。なんだっけ。てか、あれ、ビジュプリ2話でも放送されたよね、確か。取れてなかったんだよね。っていう気の文句で出てたよね。取れてなかったんだけど、マジで。それもイライラしてる。もう全部が今イライラしてるよ、私。イラ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 。なんで？うん、あるよね、そういう日って。ある？ある。本当か？なんかさ、うん、悪いよね、いつも。なんかいつも会うときイライラしてる気がする。いつもイライラしてる、ね、なんか別にそんな、いつもさ、そんなイライラってか、本当にイライラすることあんまないんだけどさ、ゴブリンと会う、なんで、ね、ゴブリンと会う日だけ本当にイライラする日が重なるんですよね。なんでなんだろうね。なんでだろう。なんで、なんで、なんかやっぱ亡霊連れてきてよね、なんか後ろいるよね、絶対。なんか後ろついてきてよね。ひなちゃんと一緒だよ。うん、そうだよ、絶対ついてきてるよ。バートリー、あー、録画したけど撮れてたかな、わかんない。18、残りがなくて、でも撮った気がする。撮った。渋谷のモビーでビジュプリのストアやってるらしいよ。んこの人アニメ今あんま興味ないから。やってみるよ、私も。でもどこだっけ、渋谷のアニメイトだっけ。あれは、あの看板と写真撮った。なんだって、みんなのストレス解散法。ストレスっていうのこれ違うね。ストレスかな。ストレス。あれは仕方ない。ストレス溜めますよ。いやー、ゲッターズさんの本にはびっくりしたな、今日は。絶対罰だと思ったのに。当たってなかった。当たってなかった。珍しく当たってない。乾燥でさ、眉毛の上の皮がめっちゃむけんの。なんで眉毛の上の皮が、ね、ここめっちゃ乾燥すんだよね。なんで、メイクの順番間違えまくって。
てもやる気ない。何する？何する？眉毛やった眉毛？めっちゃ臭い眉毛じゃあいいんじゃない？何する？何するって？ゴディバのゴディバあーイライラこれって意味あんの？ゴディバって何？もうさっきからもね、言い合いのね、聞き間違いひどいよ。本当に分かんない。じゃあなんて言ったの本当は？何がこれって意味あんの？これって意味あんの？あるある、サラサラになるんじゃない？はあねえ、まだ朝じゃん。いやもうお昼になるよ、うん、今ギリギリ朝。一応何してんだろうみんな。休み？休みじゃない？明日晴れるの、ね、でも19、20って雨。街の周りこの土砂降りの雨に重なって。よしみさんお花ありがとう。ね、旅行行きたいね。行きたい。もう1年以上前だよね、うん、箱根行ったの、うん、箱根だよな、あれって箱根。あの日も雨でね、超イライラしてたよね。めちゃめちゃ雨だったよ、うん、雨だった気がするよ。あれ行けなかったよね、上の黒玉子の。あ、そうだよ、まあ、なんか営業終了してるしさガラスの森美術館も営業終了してたよね全部営業終了して、いろんな意味よくわかんねえバスばっか乗り継いだ旅だ。ただバスを乗った旅、ただ一日雨でバスに乗り継いだだけ。寒くて。ちゃんとしたまともなことないね、うん、なんでいつも雨なわけ？雨女でしょ絶対。私じゃないよ。いや私じゃないよ絶対。だっていつも雨ね、いつも。なんで雨降らせんの？なんでそんなに雨降らせるの？本当に困る。晴れて旅しないよ。マジでない。うん、も体調悪くなるしもう忘れもしない箱根の旅ゴブリン食べすぎて気持ち悪くて、もう何もほぼ身動きが取れず何十分経過本当にトイレから出てこなくなって、マジあの暇な時間なんだったわけ。もう一緒にいることによって無駄な。気持ち悪くなるでしょ。てないし、そもそも気持ち悪くもなんないよね。あなるじゃん、なるって。いや、あれは食べ過ぎたからね。ほら、いやそんな食べてないやん。おかしい。ああ。
そうそう、箱根めっちゃ野外いいんだもんね。だけど次の温泉めっちゃ入りまくってね、うん、朝も入ったし夜も入ったしみたいな。そんな入ってないけど2回あ、3回あ、でも夜は違う温泉入りに行ったのか、うん、朝はホテルに着いて温泉入って。次3人で旅行行く。あ、でもその時は2人行ってたんだよね。うん、自衛隊ちゃん。でも3人で旅行行ったことないよね。 あるかな、ないか。ディズニーとかあるよね。うん、1回のその日っていうのある。うん、今日は自衛隊ちゃんと3人でご飯行くんですけど、まあ連絡つかない起きてることは間違いないけど LINE 返ってこないよね、うん、いいと思ってる、うん、でも全然してないよね。私これ結構結構したしたイメージだけど。え、変わってない。変わってない、ね、え、まつげ上げてないでしょ。だってまつげ上げてない。昨日上げてたよね、うん、なんで上げてないの。やる気ないね。上げてきてない。上げてきてない。じゃあもう上げなくていいよ。ファンデーション塗ってる。あ、粉だっけ。ファンデーション塗ってない。なんで。え、昨日塗ってた？塗ってない。え、塗らないの？いつも、うん、なんで？何の粉だけ塗ったの？え、あ、それは緑のこれ。え、それだけ？うん、すっぴんじゃん、ほぼ。え、だこれだってつかないでしょ、緑の粉。ただサラサラになるだけだよね。そう、だけど。え、じゃあどこしたわけ。ハイライトも塗った。ハイライトも塗った。アイシャドウ。涙袋とアイシャドウ。え、それだけ。うん、へぇ、何って。え、普通いつも、うん、え、本当に。あ、いつもでもまつげ上げてる。気合入れてメイクするときも。あとリップする。本当に、うん、ファンデーション塗んないの。え、ファンデーション塗るの。そんないっぱい。え、やった方がいいよ。え、肌不健康。ねえねえ、みつきに寄りかかんないで。みつき謝って。ごめんね、みつきくん、うん、本当に笑ってるけど、いいよって言ってるよ。みつきは優しいから。優しいからね。優しいね。本当に手つないじゃう。手つないで。え、本当にした方がいいよ。え、不健康知ってる。不健康なの。不健康だし色ずんでる。黒ずん、うん、え、違う、なんかさ、やっぱさカバー絶対知ってか。いや、でもだってどうせ君たち。いや、そう、今日はいいけど普通にこの時塗った方がいい。いや、でもなんかどうしようもないか。いや、パンシー肌絶対塗った方がいいよ。普通に不健康な色だし。健康な、うん、健康。じゃあコンシーラーをやる。けど、ゲッチ。何時に？でまだ決まってないって。オッケー。え、オッケー。え、来る？こっち。聞いてる。うん。ドゥ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 。え、今日何着よう服？うん。服着たるでしょう。わーはははは。カバン。いや、何着よう。何着よう。いい、何でもいいよね。うん、いっぱい選び放題。降ってるよ、めっちゃ。
出したるほどかっこつけたい。てて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 てそれあれだ、買おうかと思ったけど高くてやめたやつ。そう、人気でしょ、コスメの。なんか人気ですみたいなコーナーにあった。名前何？ラディアントタッチ。あ、そうそうそう。ほら絶対やった方がいいよチーク塗ってる？塗ってない。なんで塗んないの？え、血色悪いんだから。食事をしないとチークでそんなずたぼろいのリュクセでメイクしたなんて言えたもんだなと思ってどこがメイクしたの口の色もないからだ。なんかそれはただいいかなと思って。まだ、あ、じゃあ塗るね今塗ってなくなるとき恨み取ったるロンの財布でもういらなくなる取り出す。ほらーやっとよかったね。うん、見えてんの？見えてる。見えてんのコンタクト入れてたじゃんね。見えないでそんな。こんなこと言ってちゃう。見えたからまめてまだ見えてないのか。見えてる。何やるか。フェイセイさんありがとうございます。あれは。そんなあくびしない。ねすっごい眠い。寝ようよ。ね、うん。やめる今日。うん。やめない。眠いよ。ね、本当に雨の日ってやだね。うん、出たくない。ちょっと出たくない。メイ先生ありがとうございます。吉見さんありがとうございます。手が止まった。アイシャドウ。いいじゃん、じゃあやんなくて。ねえ、じゃあ外出ない。え、じゃあ出ない。なんであまま、あがまま、あがままだ、わがまま。何しよう。てててててを聞いたら、うん、流してはいけないのか。うん、ダメなの。なんで私が今イライラしてるのか分かった。何？まあ一個あの圧倒的な理由だけどさ、あれだけどさ、うん、あのさゴブリンがよくわからない YouTube ばっかずっと流してたからだそのせいなの。それのせいもずっと。そんな嫌いなの？嫌いと普通だけど、今見るもん、今見たくない。別に今見たく聞こえてきた。こっちは寝てんのに。不快だった、すごい、静かにしてって思った。うんうん、もう嫌だ、それのせいだから。じゃあ半分私か。うん、半分以上。え、あれに勝るの？うん、あと起きてんのに起きてって言ってるのが。だって全然起きないんだもん。ストレスだって。起きたもん。起きてたの？起きてって言うから。もうそのせい、それのせいだ。そ
その面白いことしててない面白いことないのなんか面白くしてよ、楽しいってダメだしないえなんでそんな長いのえ、ちょ、でも巻いたらね、短くその長さキープして、うん、どうが好きになったの？え、ミディアムっていうの、うん、え、長いね、おっちゃんね、どれくらいまで伸ばすの？うん、普通にも切りたい、普通に普通くらい、あ、これくらい、うん、来ないから美容院行けてないだけ、キアートさん。あ、今から私のプライベートメールで呪術廻戦のねカフェ行って、あの日は晴れてたんじゃない？晴れてた。それでここから行った。どこしたっけ？まあでもその日もね呪術廻戦のなんか入店何分前とか私気づかなくてもタクシーに乗って。そしてその車酔いをするというゴブリンクスでまた気持ち悪くかしら災難しかない、めちゃめちゃ運転手が悪くない、あんなブレーキなんか見たことある、びっくりするから本当にうちらの推しのおかげで、そしてイルミネーション行ってこのでっかいところ行ったところ、うん、エビスあガーデンブレス、あれは違う、そう、ああそう、エビスガーデン、帰ろ帰ろ帰ろ、だって光だもん、光の集まりじゃん、長いするもんじゃないよあんな、あれだあれのあれだけって言ったらあれのためにで他に何もなんか一緒に、うん、分かんないよ、行きたいと思うダメだダメだ、あ、ゴブメールでいいよ、メールにしよう、題名ウィスイさん、ありがとう、いただきます、でもやるでしょ、どうせ、はい、え、自衛隊ちゃんから返信来ないわけ、するし、いや、はするけど、いや、するんだけどさ、え、その、なんかそういう、てかさ、ねえ、怖いよじゃん、なんで昨日ショールーム終わった後さ、なんかここのお部屋にはもうイケメンしか入れませんってことで、もうどうしてもゴブリンが岩ちゃんも可愛すぎるって言ってずっと岩ちゃんにしてくる、イケメンでしょ岩ちゃんだって、もうミカさんならよ、ミカさんしかダメ、無理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 、どうずっとしつこい、しつこいくらい、うんうん、岩ちゃんに向けられちゃっても、しおいかわさんもしおいかわさんも向けたかったこっち、ちょっと待って、ちょっと待って、そして私のトゲくんのぬいぐるみにさっきだって機嫌ね、なんで今日さとれ敷いてたし、うん、敷いてって言った、私にならいいよってかわいい、私にならいいよって、なんで意外と用意かかる、え、出れんのそっちは、私一人と急がないから私結構急いで準備したのに、うん、したした、に出ようと思えば出れます、できてるってよ、もう準備バッチリだってよ、だってそ、え、じゃあそこで待ち合わせなの、うん、へえ、そっか、オッケー、了解、出てて、な、じゃあ1時間配信した方が何時にやったっけ、うん、ど
キリの1時間でメイク終わりにしよう。30じゃあ途中20分31分に始めた31に始めた。それまでに私はメイクを絶対終わらせます。もう雨降ってんだよ。なんか考えて、ミワの電車とか、秒だから見たかな、秒です。え、なんで打ってないでしょ。なんで打ってくんないの。じゃあ写真載せよ。今日終わった酔ってるよ。果たして夜までに私の機嫌は良くなるのでしょうか。からめんどくさいからしなくていいかな、うん、するの、うん、ええ、なんかさ写真やん。でも大した写真撮れなそうだ。自衛隊なの。自衛隊ってこうやってちゃんとこだわりあるから撮って別撮りしか別撮り別撮り久々にもんじゃ焼き食べに行きたいな。楽しいな。めっちゃなんでやってくれ。もんじゃ焼き作ってほしいな。まあ大した写真じゃないからメイクなんか大丈夫だよね。そんなしなくても。ノーバリーアンバランスオーディネイバランス、バランス。でもさ、うちらって基本インドアじゃない？行きたいとこもないっていう。ないんだよね。結局気付かないし。ま、行くんだけどね、今から。あれ結構来たってよね。行きたかったってね。行けなかった。そう。いや、何も普通。あんまないよね。こんなに行きたかったのに。テンション上がるかな、行ったら。うん。でも遠いね。雨止まないかな。ね、せめてね、うん、せめて。もうだって髪の刺して一個その一個に刺す。え、三つあるとは。え、三つ刺せらん。あの刺さる？え、刺さるいつも。あ、そうなの、ね。ちょっと見てみる。目の憧れるだって。いや、私も出かけない人だ、ね。私も出かけない。アイロン置いて。この辺にあるもの焦がされたら困る。大丈夫だよ。え、だって昨日の服でしょ。え、全然暑そう。え、寒そう。普通に冬かなって思った。パーカー持ってきたんだよ。え、絶対いらないよ。本当に、うん、絶対置いていた方がいいよ。置いていた方がいい、うん、え、持ってくよ。でもえ、え、だってね、ありえない、ありえない。じゃあ一回こっち来るとか思わない。ええ、怖い怖い。いや、怖い。何考えてんの。怖い怖い怖い。やや寒いだって。やや寒い。うん。じゃあパーカー絶対いらない。え、雨なのにだって持ち歩くの？え、でも。へえ。もう一回ここ来るけどね。え、来るの？来るよ。私が来るって言って来なかったことある。マジでない。結構置いてくればよかった。え、パーカーだったら暑いんじゃない。暑いかな。うん、え、店の雰囲気の写真みたいなのないの。でもなんかあんまさ、うん、落ち着いた感じだったよね。うん、じゃあシンプルでいいよ。けど、え、なんで。なんか
中途半端なじゃん。だから半袖着て上にカーディガン。こんなのいっぱい。だって見て、全部アニメ T シャツなの。嬉しい嬉しい。うん、あれは冬。もうメイク終わったかも。やった？うん。ね、ちょうどいいでしょ、ね、ないかな。お、ほんとだ。ね。うん。でもさ、個体の名前？うん。個体っていうな、犬のこと。禁止じゃない。違う。の名前です。本当の名前、アンくん。アンくん？と？粒。粒？ちょっと粒あるよね、ちっちゃい頃にも。それそれそれ、粒で。え、誕生日祝いにさ、うん、あれいた時は、あ、いた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 、あ、2人いた、いた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 、え、2人に粒、うん、粒、粒ってどんなか、え、かわいいよ、粒の方がかわいいかも。ほんと、なんか暴れてた記憶がある。興奮しちゃってたの、知らない人が来て。パン君元気なんだ、よかったね。絶対興味ないじゃん、うん、興味ないだってアンクに会ってないもん最近。自衛隊ちゃんに会うのめっちゃ久々かも。いつぶりだろう、ね、ガチで1年ぶりとかじゃない。全然会ってない。え、マジで会ってない。久々すぎてウケる。ね、終わったよ。終わった？終わった。切った？ん？うん、こっちメイクが終わった。終わった？あ、じゃあいい、はい。ここ第10分したよね、うん、28分だから私がそれ終わったらすぐ使うから。うん、じゃないか、いいじゃないか。なんだっけ、なんとかさんとかもいいじゃないか。私はほのちゃんが好き。ひかるちゃん、ひかるちゃんが好きなのは私じゃなくてあれだよ出たからさ、私が好きってイメージあるんじゃない。そうか、出ないといいな。もう、もう無理だよ。私は今の時点で諦めてる。湿気で崩れるっていう、うん、だってもう肌もさ湿気でベタってるもん。じゃあランキング読むので、何もないもない、大丈夫した。1位フェルメールブルーさん、フェイさん。3位ワキピッピさん。4位ミスターポポさん。6位ヨシフミさん。8位エースさん。9位バカ釣りバカハマちゃん。10位マキアートさん。寒くなってきた。10位ツキちゃん、ありがとうございました。ありがとうございましたって言ってよ。ありがとうございました。じゃあ、ねえねえねえ、トマト柄使えないやね、絵文字使えないんですよメールって。そうなん、うん、トマト柄そうトマトつけてます。わかんない、いいだけじゃない。じゃあ、まあ、次会えるのはもう多分あと1年後とかだと思いますもうしばらくは会わないと思いますので、みんなゴブリン見納め。ゴブリンの手だけ。じゃあ、ありがとうございました。今日は1年ぶりマホメールじゃなく5分手相見てもらいました。手相見てもらいました。もう死にますとか言われたらどうすんの。怖い。したって。確かに指紋認証する指紋認証はい、ということで、おい、またね。